NHK 連続テレビ小説のおちょやんでは、60歳のおばあちゃん役を演じ、現在は2022年大河ドラマ、鎌倉殿の13人で大活躍をしている女優の宮沢絵馬さん。彼女は元内閣総理大臣である宮沢喜一さんの孫としても有名ですよね。宮沢喜一さんは第78代総理大臣を務めており、2001年には初代財務大臣に任命されたり、その他にも副総理、内閣官房長官などの様々な役職に就いたりと活躍をした政治家の方です。2003年に政界を離れたものの、その後も戦後政治のご意見番として活躍をした後、2005年から体調を崩してしまい、2007年に亡くなっています。宮沢喜一さんは、絵馬さんが18歳になるまで健在だったそうで、総理大臣の孫だから特別扱いされていたのではないかと思いましたが、絵馬さん曰く、そのようなことはなかったのだそうです。しかし、宮沢さんは、現職時代を首相官邸で過ごしており、週末は祖父と過ごしていたという絵馬さんにとって、首相官邸は実家みたいな感覚であったといいます。また、歴代の総理大臣の中でも、官僚から一目置かれていたという宮沢さんの孫であったことから、政治家や支持者と関わることも多かったそうで、政界の進出を打診されたこともあったのだとか。絵馬さんは自分が政治家になることは少しも考えていなかったので、反応に困ってしまったことを明かしています。このようなエピソードを聞くと、やはり普通とは違う祖父と孫の関係だったようですね。ですが、祖父だけでなく、なんと彼女の両親やお姉さんもすごい経歴を持っているのです。絵馬さんのお父様はクリストファー・ラフルアさんといい、元駐日代理大使です。オハイオ州の名門と言われているオーバリン大学を卒業し、国務省、外交官、大使館の首席講師などでも働いていたこともあり、なんともすごい経歴です。お母様の恵子さんは、ルフトハンザ航空の元キャビンアテンダントで、現在は実業家としてジュエリーの輸入や通販ビジネスを行う会社の社長をしています。ルフトハンザ航空のキャビンアテンダントの倍率はかなり高く、狭き門だと言われているので、恵子さんも非常に優秀な方なのでしょうね。そして、お姉さんであるサラさんは、過去にビッグコンサルやアメリカの金融関係で働いていたみたいです。その後は2013年に母、恵子さんと同じく女性向けのブランドを立ち上げており、社長として活躍をしています。そんな華々しい経歴を持つ一家のもとに誕生した絵馬さんは、日本で生まれましたが、お父様の仕事の都合上、幼稚園の年少から年長まではアメリカで暮らしていました。英語が全くわからない環境でのスタートとなり、初めの3ヶ月間は現地の人たちと会話できなかったみたいですよ。そして帰国してからは森村学園の初等部を卒業し、バイリンガルになってもらいたいという両親の思いから、精神インターナショナルスクールに進学。その後、2007年にアメリカ合衆国カリフォルニア州にあるオクシデンタル大学で宗教学を専攻した後、大学3年生の時にケンブリッジ大学へと留学しました。小さい頃から歌やお芝居が大好きだったエマさんは、歌手になるためにボイストレーニングなどの勉強を10年以上も続けていたそうですが、大学に入学してから距離を置くようになります。しかし、ケンブリッジ大学の留学中に
ビッグバンドのボーカルで歌を歌ったり、音楽に触れたりする機会がたくさんあり、これを機に自身を表現する仕事がしたいと強く思うようになったのだとか。もし自分が芸能界に入ったとしても、ダンスや演技が飛び抜けてうまいわけでもないし、気の利いた返しができるわけでもなく、自分は一体何がしたいのかとても悩んだと言います。そんな時、お母様のつてを頼ってミュージカルのオーディションに参加できることになり、見事合格。このことがきっかけで、彼女のミュージカル女優としての道が開けたのでした。こうしてオクシデンタル大学を卒業した後、2012年に芸能界デビューすることとなった宮沢エマさん。彼女はフジテレビ系のゲーム・クイズ番組であるネプリーグに孫たれ枠として出演し、その後も森田和義アワー笑っていいともや踊るさんま御殿など数々のバラエティ番組に出演をするようになりました。今では知性ある明るいキャラクターを生かしてニュース番組でコメンテーターを務めたり、 NHK 連続テレビ小説おちょやんではクリコ役を講演したりと大活躍ですよね。女優としての地位を着実に確立してきている彼女には、総理大臣の孫といった肩書きはもう必要ないでしょう。そんな宮沢エマさん、現在33歳で結婚はしていません。彼女はこれまで福田雄太さん、森崎ウィンさん、大悟さんの3人と交際が噂されていたみたいですが、実際に熱愛がスクープされてしまったのは福田さんだけなのだとか。エマさんの家柄のことを考えると、一般の男性とはなかなか結婚がしにくいのかもしれません。彼女自身はあまり相手の家柄などは気にしなさそうだとは思いますが、いざ結婚となると家族が気にするかもしれませんよね。また最近は2022年の NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人で小栗旬さんが演じる主人公の北条義時の妹ミーを演じていて、大泉洋さん演じる源頼朝が入居したことで右往左往している北条家の兄弟たちを皮肉混じりに観察するという何とも面白い役柄です。NHK 連続テレビ小説がきっかけで演技力が高く評価され、見事世間に知れ渡るようになった宮沢エマさん。お嬢様であることにもかかわらず、謙虚な姿勢で地道に女優としての経歴を積んでいる姿にはとても好感が持てますね。これからも女優、コメンテーター、タレントとしての活躍に注目していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。